え、ここで戦うん？やろうか。これ落ちないと？ドーベルは先じゃないの？キャー、怖い。なあ、かっこ棒ってつきそうな。お、ピラミッド。ここってこと？第3の Y サークルというのは。ん？あんたはドーベル。またなんか余計なことしてる？別にわざわざ名前言ってくれんでいい。この星は私が任されてるんだよね。勝手なことされると困るんだけど。かわいい、なんか。お前のような小娘に従うつもりはない。俺は俺の判断で動く。以上だ。ああ、ここも仲間あれ一人やん。まあ、ここは最初からって感じやけど。あのお方はなぜ、お前のような者に、この星の侵略を任せたのか。疑問だ。ところであんた、こんなところで何してるわけ？あのお方がなんかいまいちよくわからんねえけど。俺はあのお方に雇われた傭兵だ。独自にあいつらを倒す機会を伺っている。あれかな、そのうち正体みたいなあるんかな。あら、あいつらなかなか手強いよ。あなたに倒せるかしら？お、次は何？ドーベルと戦う感じ？奴らの目的は Y サークルなるものだ。敵の行動が読めるのなら、あ、今これ事前に罠仕掛けに来たってことか。好きにやってみれば？言われなくともそうする。俺に先を越され、後で悔しがらないことだな。なんか見た目的にはちょっと強そうな感じがするんやけど。楽しみにしておくわ。ついでに Y サークルに隠された力もいただくとしよう。え、それあれやろ、ミケッティオやろ。え、でもさ、3匹が合体戦勝ったらミケッティオ。追加の報奨金も期待できるかもしれんしな。さすが傭兵、そのあたり抜け目ないっていうわけね。あ、まあ雇われやけん、ちゃんと給料が発生するってことね。俺の仕事の邪魔だけはするな。いいな。一匹狼って感じやね。まあ犬やけど狼じゃなくて。ちょっと待って。なんだ。失敗したら潰しちゃうぞ。怖い。怖いよ。やれるものならな。なんかドーベル喋りよるときさ、めっちゃなんか響く感じよね。生徒会長は。また YSP クラブですか。読まんでよかった。そのようだな。生徒会業務は通常通り進めるようにと指示があった。しかし、近頃の会長は行動が大胆になってる。心配だ。もしかして、まあ、宇宙人追いかけよるもんね。根に持ってる？学園マフィアに乗り込むとき、連れて行ってもらえなかったから。どういう名前なんやろ。違う。会長は説明したでしょ。個性的な名前よね、みんな。暴走を続ける風紀委員会に対抗するためだって。それはそうだが。詳しい話はしてないんかな。会長は我々を信頼してここを任せてくれている。その信頼に応えるのが我々生徒会の務めだ。そうだな。すまなかった。よし。あの目につけてるスカウターみたいなのなんなんやろ。どういう意味があるんやろ、メガネじゃないよね。ナント君って意外と人望あるんだ。もっと俺様キャラかと思ってた。でも一番最初は俺様キャラかなって思ったけど、なんかそうでもない気がする。皆さん注目。生徒会長のためにけなげに頑張ってる皆さんに報告でーす。なになに、風紀委員長、来る星なゆ。何の用だ。あなたたちは学園危険取締法違反で拘束処分となりました。残念。学園危険取締法違反？何が危険なの？なんか学園マフィアさんたちと共謀して個人情報を悪用してるらしいですね。あ、それはあれなん、ラントがあの個人的にとかいうわけじゃなくて、そんなのでっち上げに決まってる。生徒会全体でなん。こっちには複数の表現者がいるの。言い逃れしても無駄よ。バカな。よって風紀委員会は生徒会役員の身柄を確保します。何、どうするの？助けに行くってこと？このメンバーを。おのれ。あ、どうしよう。サンポさんたちが捕まっちゃう。早く会長に知らせなきゃ。かわいいよね、この子。あれさ、ガラスやけんめっちゃ丸見えじゃない？風紀委員会、いや
エイリアンどもは確実にその勢力を伸ばしている。今回のメンバーは全員エイリアンってこと？当初の予定通り、そういうことなんかな。我々は早急に、ね、第3のワイサークルに向かうべきだ。え、あの子どうなったんやろ結局。異論はないな。はい、ないです。はい、質問です。なんだ？なんだ？エンラ先生のご褒美はありますか？エンラ先生じゃないからわからないだろう。ないから。ないのね。もう何、地震じゃない。この子が走ってきた。なんか会長大変です。金に。何があった？生徒会のみんなが風紀委員会に捕まりました。なんだと？どういうことだ？やっぱ助けに行かねばってことやね。それが変な濡れ衣を着せられて連れて行かれちゃったんです。あいつらのやりそうなことっしょ。いよいよ強行手段に出てきた。変な濡れ衣って言っても実際にやりよるってやりよるけど、なぜお前はやりよるけども、私だけちょうど部屋の外にいてなんとかやり過ごせたんです。あれ確実にめっちゃ目立つよね。髪色も派手やし。こちらも黙っているわけにはいかない。おい、何、俺たちも行くぞ。一人で行っちゃったんですけど。う、追いかけようか。亀にさんも一人は危険かもしれない。僕らと一緒に行こう。んてよね、メンバー誰がおるかぐらいは把握しとるやろうし。はい。タリンって捕まえられそう。N の陰謀、生徒会からの SOS。生徒会からの SOS、 頑張ろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。油断していた。じゃあ今すぐ行ってみようぜ。あんな全速力で走っていったくせにここにおる。北の方にある山のふもとだ。モノレールで行ける。そういうもんなんやろうけど。いや、モノレールで行かなくても私一回さ登録してるから、登録してるから行けるでしょう。え、行けるよね。行けんかったりとかする？学園エリアのモノレール乗り場。え、待って、モノレールより上にも。ちょっと待って、これで見んかったら分かりにくい。名称が分からんもん。あ、そっか、行ってなかったんか、ここ。なるほどね。あ、そっか、行き方が分からんけん、ここ行ってなかったんや。うわー、ってことは、モノレールのところまで飛ばんといかんのか。ここだね、モノレール乗り場。行きます。モノレールに乗ってあそこまで行けばいいんやね。そう、バーッとね、いろんなところのモモポートを解放したんだけども、なんか旗のマークいっぱいある。解放したんだけども、こう行き方がわからんかったけん置いといたんよね。はい、こちらは学園エリア東のモノレール駅です。モノレールにお乗りになりますか？どこからでも行けるんかな？あ、生徒会前あった。よし、じゃあこれで。何気にモノレール使うの初なんや。よし、これで。ここは生徒会の本部だ。生徒会の部室のようなものだ。部室に例えるにはちょっと大きすぎる気が。会長、ここで俺たちの部室試しに入れ替えてみない？ダメだ。なんで？何、試しにって。どうしてその提案が通ると思ったの？モノレールって便利だよね。大人数で移動できるし、ショップがあるよ。席も余裕があって、ゆったり座れるしな。常に清潔に保たれてて乗ってて気持ちいいのよね。どこ？悲しいですね、悲しいですね。あ、こっち？身の時代は終わったです ね。いや、モモポートちゃんと活用してるよ。うん。あ、いた。あら、ずいぶん遅かったのね、生徒会長霧隠れラント君。いや、まあちょっと手こずりまして。貴様、散歩たちをどこへやった？さあ、何、どっかに閉じ込められとる感じ？こんな真似してただで済むとか思ってねえよな。この場で決着つけてやるぜ。え、ここで戦うん？やるか。これ落ちないと。ドーベルは先じゃないの？きゃー、怖い。なあ、かっこ棒ってつきそうな。おーい、ワンちゃん、出番だよ。結局ここに呼ばれてくるん？何？何こいつ！一人で行動するんじゃなかったん？なんかすごい圧感じる。こいつ、ただもんじゃないっしょ。あ、そっか、メンバーとは初対面なんやっけ。みんなの新しいお友達を紹介します。曖昧までこっちか、こっちだけか。あれ、なんだっけ？何その転校生みたいな。最強の宇宙傭兵
ドーベルだ。自分で最強とか言っちゃうのはちょっとどうかと思うよ。おお、パチパチパチ。誰が相手だろうと関係ないぜ。ゴロミ、カムバーック。何、ゴロミちゃんで行くの？でもほら、犬に猫はちょっとって言ったら人兵全部やけど。あたい、今日はちょっとごめんなさい。消えた。おい、なんだよそれ。なんでゴロミちゃん指名やったんやろ今。やはり遺伝子に刻まれた本能には逆らえんよ。やっぱ猫は犬が苦手ってやつ。でもうちの子たち普通に仲いいよ。どういうことだよ。でも猫は犬を嫌がっとるかもしれんけど。でも怖いっていうよりめんどくさいって感じ。この地球上では犬は猫を追うものだとされている。なんか犬はね、猫にすごいすり寄っていく感じ。遊んで遊んでみたいな。我らドギー星人はこの星の犬と呼ばれている生物の遺伝子構造に近い。潜在的な本能で感じ取ったんだよ。プラスチックでできてそうじゃない？機械的なものではない。この俺に勝てるはずがないとな。プラスチックではないか。なんかツヤツヤテカテカしてるけど。そんなにビビりじゃないぞ。今十分ビビっとったよ。ビビってまーす。ほら、天の声みたいなの聞こえてくるやん。これじゃやばい。みんななんか上見よるし。さて、本当に上から聞こえてきよん。そろそろ本題に入ろうか。仲間を返してほしくば。あ、やっぱりそっちなんよね。砂漠エリアにあるピラミッドに来い。お前たちが集めたアメージングセブンとやらのメダルと交換だ。交換だっていうか、それ使わんとあかんのじゃない？扉。我々がそれに応じるとでも。無視したいのなら別に構わんの。向こう人質取っとんよ。ただ、ほら、お前の仲間たちは実験に使われ、愉快な生き物に生まれ変わるだろうな。これ言ったやつやないん、千秋が。何？まさか。ほらほらほら。うわ、この不気味なやつめっちゃ嫌やん。悲しい、悲しげな顔してるし。許せない。またあんなことをしようっていうのか。警告はした。また千秋ぐらいね、連中がどうなるかは、お前たち次第だ。まだ。待ってるぞ、地球の生意気な構造どもよ。てかどこによっても声聞こえるんかな。普通に呼び出されてきたけど。急いでね、急がないとお友達の体が変な昆虫みたくなっちゃうかも。へえ、ちゃんと完全体にしてよ。バイバイ。そんな失敗作みたいな。君もいなくなるんすか。二人ともいなくなるの。なんてやつらだ。許せん。あいつらとことん腐ってるしょ。まあそれは分かっていたことだけども。どうしよう、このままじゃサンポさんたちが。決まってんだろ、助けに行くぜ。当然。もちろんだ。奴らにはこれ以上何も奪わせはしない。そうと決まればピラミッド突入の準備だ。いいサークル。Y サークルは Y サークルでなんか敵出てくるんよね。あのビッグブラック的な。ちょっと待って、学園長にも報告してちゃんと作戦を立てましょう。うん、みんなを絶対に救ってあげたい。今度だけは失敗は許されないですし。てか風紀委員会の方が学園長より上なの？ちょっとよくわからないんだけども。確かに姫川さんの言う通りだ。我々も冷静になった方がいいだろう。そうか。じゃあまずは学園長室だな。よし、行こう。ミステリアルメダルと引き換えか。学園長室が。やつらに渡すのは危険だね。でもあいつらもさ、人命が何よりも許せんだ。あのワイサークルの中に入りたかっとったやん。どこまでも卑劣な奴らだ。ドーベル？許せないね。まずこのことを学園長に報告するべきよね。みんな焦ん。着いたぜ。おいし、学園長室に。生徒会室はすぐそこだ。生徒会に手を出すなんて、敵は手段を選ばないようだ。ちょっと遅いんじゃないですかね、喋る言葉が。あいつら、何を企んでる？まさか、これ生徒会のメンバーを人質にするつもりとか。生徒会の者たちに何かあったら、この私が絶対に許さん。ここでいいかな。YSP クラブの部室、行きまーす。行くですね。あ、そっか、一回下に降りていかんかったら。そうやっけ、エレベーター。いや、あるよね。いや、普通にあるよね、エレベーター。なんか階段じゃない、渡り廊下がないだけか。学園長室へ。階段で行ってもよかった気がする。行けんのやっけ？いつも普通にエレベーターで来よるけん、ちょっと今、エレベーターだけやね。じ
どうもどうも。こんな平凡な感じで入っていってもあれやけど。なんだと？生徒会役員がさらわれました。風紀委員会が生徒会を人質に取り、ミステリアルメダルを要求してきただと？ミステリアルメダルの使い道って扉開く以外にあるんないんじゃない？どうせ扉開くことに使うんじゃない？完全に宇宙人によって操られているというのか。え、そこの情報も今更なん？はい。もっと前に入ってなかったん？風紀委員会も来る星なゆの支配下にあり、宇宙人側の勢力となっています。なんか元の来る星なゆちゃんがどんな子なんかが知りたい。これはめっちゃギャップある感じかな。どうしたのか。我々は普通に真面目な感じ。学園長とピラミッドに向かうための作戦を立てるために来ました。見た目的にはちょっと可愛い感じの子かなって思うんやけど、今回は失敗が許されません。打つ手があるなら全て打っておきたい。いつだって失敗許されんかったよ。しかし私もどうしていいか。なんでみんな悩んでんの？正面からぶっ倒せばいいんじゃないの？作戦というのはそういうものではないのでは？細かいことを取り決めるんじゃないの？なんか段取りとかさ。今までそうやっていろんなことを解決してきただろ。いやまあそうだけども、何者からも逃げずに立ち向かっていく、それが俺たちの作戦だ。なんかあの金二さんすごい目つぶって聞きよるけど。兄貴どういう心境今？言われてみるといいこと言ってるなみたいな感じ。なぜそんな風に思えなかったんだろう。何納得するのみんな。作戦を立てるとか言ってここに来たけど、作戦は立てないの？僕たちはどこかで。正面から正々堂々と行くことは恐れてしまっていたのかもしれない。作戦立てた上で正面から正々堂々と行くんじゃないの？違うの？よくわからないんだけども。あいつは俺たちを待っている。もたもたしていられない。行き当たりばったりで行くということすか？ならばお前たち早急に足早にアズスガズでピラミッドに向かうのだ。おお。金に君は残りなさい。奴らもここまでは手が出せんはずだ。あ、まあ確かにピラミッドに乗り込んでいく方が危険よね。そこは。はい、わかりました。この子絶対さ、このアップで映ってる時のこの髪型でいいと思うんやけど、あの後ろのおさげいる？会長お気をつけて。可愛くない？ああ、サンポたちは必ず救い出してみせる。待っていろエイリアンども、この代償は高くつくぞ。いいね、仲間思いやね、意外と。ピラミッドの決戦、最強宇宙傭兵ドーベル。よっしゃ、行くぜピラミッドを目指していきますか。メダルの生徒会も渡され、宇宙人どもは俺が成敗する。ああ、気をつけて。仲間は必ず助ける。待っていろ。なんか緊張する。かっこいいね。いよいよ決戦って感じだね。かっこいいっすね。これは負けられないっしょ。さすがに今回は何が起こるのか想像もつかない。今回こそ命がけの戦いになるのかもしれない。でもピラミッドに向かいましょう、これから。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次回はピラミッドに向かう件、多分ドーベルとの対戦になるのか。強そう。大丈夫かな。頑張ろう。まあ、今までもね、そうやって乗り越えてきたしね。人兵的なこと言うけど。頑張っていこう。